言も発さないじゃん。すごい、いつも最初に一言も発さないじゃん。もう、ゲーなんか、もう、嘘くさいテンション、もう、ええやろ。いや、もう、それもまとっとかないと、やっぱ、嘘くさいテンションでいかないと。いや、今日で、なんか、噂によると、この番組が、死ぬ、死ぬ、終わった、終わるという。最終回、最終回でございます。なんか、いろいろ聞いたら、潰されたと俺はいかがなものよ。どういうことやねん、今ちゃん。え、だってやりたかったもん。やりたかった。まあこれあのね、そう、どういう事情かで終わるっていうのはもうここで言ってもしゃあないけど、私は怒ってますよ。怒ってるんですか。この世の中とこのなんかね、コロナ事情のこの世の中とこの番組が終わるっていう件に関しては怒ってますよ、僕は。最終回の最終回で僕は今日は何とでもなると思ってますよ。これはさとちゃん久しぶりにもう誰かに嫌われるとかね、もうなんか好感度下がるとか関係ないですよ。まあ元から僕は元から何そう元から嫌われてるし、嫌われてるんですよ。好感度はね、下の下やから。仲間しやそんなもんな、自覚しとるわお前。でもこの番組は俺は守ってたよ、まあね、愛してたし、うん、いや今日はあのね、出てくれてるレギュラーメンバーとかさ、まあね、あの来てくれた芸人さんに申し訳ないよ、あのオープニングからこんな愚痴を言って。おうおう、でもどういうことなんですかと。エマちゃんだってやりたいでしょこの番組。そうだね。いや声張れや。いやなんかその最終回って今急に実感しちゃってさあってきた。まあそれはさ、いやそこの番組最終回でも、まあね、まあ別にじゃあ誰に指示受けてんねんみたいなとこもあるけど、うん、まあまあまあ、でもこれで来てくれてるからね。そうやで、だって俺これ見てる人いて、うん、いろんな人からスター投げてる、そうそう、面白いとか結構言われてるからね。金ちゃんや、金ちゃん投げてくれてる。金ちゃんってあのあれでしょ、俺らの440であった主催ライブやってた時のお客さんサインくださいって言ってくれた人だよね。いやもうほんとね、なんなんすか。これもう全部たくあんのせいにしよう。まあそうですね。もう俺はたくあんボーイが悪いと。たくあんが危ない。第2枠目のたくあんボーイ。あかんな。たくあんが危ないよ。俺もう正直あのあいつのオレンジ色の服もムカついてない。僕今日ビリビリに破りましたね。ビリビリに破るわ。どうぞ。あのたくあんボーイと有光さんのせいや。もうどっちかのせいにしよう。オレンジ着てるだけ。いやもうちょっと本当に最後だからもう頑張ろう。頑張れちゃう。もう俺もなんかこんな引きずりたくないから。今回もね、前回と一緒でトーク形式、トーク形式を取らせていただきます、はい、で一番最初がまあね、前も一回ね出てくれたのブラックボックス。あ、そうそうそう、ブラックボックス。あの可愛いね。そう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 、はいはい、可愛かったか。まあそれはおいおいちょっと、まあ分かってくるところ、可愛いか可愛くないか。そう、でもね、せっかく出てくれたからね、前回のねやつもう立証されたから、ほら別に嫌われてない、手も出してない、出てるから。ブラックボックスってレギュラーやねん。ほんでコロナで人数制限かかってたから、本来だったら絶対来てくれないと、まあ、いないとおかしい、まあね、うん、そうで、これからじゃあ常にこう一緒にやっていこうっていう矢先、番組終わるね。どういうことやこれ。俺怒られてるみたいになってるやん。先生に怒られてる生徒の気分。バカ野郎、バカ野郎が見てんのかおい。演者ちゃうわ。演者は見てる。演者は見てる。そう、めちゃめちゃお客さんだけや。ありがとうございます。まあまあ、じゃあ今日最後なんでね。そう、なんか、はい、僕の友達のね、大阪の子とかなんか宮崎の子とか見てるみたいな。マジっすか。もう言って、番組終わるぞと。そうだね、もうドイツがドイツか分からなくて。ね、その見てる人たちのために長いこと続けていきたかったけど、はいはい、もうこれはしょうがない。金ちゃんから久しぶりですって来てます。いや、今じゃなくてもいいよ、はい、とりあえず呼んでいきましょう。呼びましょう。はい、ブロック、ブラックボックスさん。はい、ブラックボックスさん。はい、こんばんは。2回目の出演が、あの最終回ということになりましたね。申し訳ないね。人のコンビ名噛みすぎなんです。ごめんなさい。それはもう怒られてますから。ブラックボックスだからね。そう。ブラックボックスです。ブラックボックスですね。じゃあじゃあもうお座りになって。どうぞ。失礼します。はい。いや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 、もうせっかくね、だからレギュラーでね、入るってなってて、うん、なかなか来れなかったでしょ。そうですね。で今日もうやっと参加できるってなったら番組終わるってことで、うん、まあ2人も悲しいと思うけど、うん、びっくりしました ね。そうそう、楽屋で泣いてたもんね。いや泣いてないです。そこは泣いてたのは嘘だとしてももうちょっとあるよ。泣いてないです。いやだってはっきりと
今日も含めてまだの2回しか出てないんですよ。そう、ね、2回しか出てないのにレギュラーとか言って、だから思いがないよな、何もないよな。別にここで思い出があるわけでもないような2回しか出てない。1回目と緊張感しか残ってない。ね、いやちょっとあれですね、今日なんか女子力高くない。本当ですか。あれお揃いなんで双子コーデみたいな。そうですね、衣装なんで。なんかいいですよ。あいい、なんか可愛いですよね。色違いです。なんかめちゃめちゃいい女ではないけども、うん、なんか頑張っていい女に近づこうとしてる人2人みたいな、うんうん、そういうこと言わなくていいんじゃないですか。いい女っていいじゃない。いい女です。いい女なんで。これはどこの GU で買われたんですか。あ、GU じゃない。あ、島村。島村じゃないです。あ、じゃあミキハウスだな。ミキハウス。いや、たとえくん、たとえくん、変な空気にしない。あと、あなたたちもずっと立ってなくていいから。じゃあ、もう一回座ります。痩せてる気分になってる。いや、女子力高くてね、うん、いいと思いますけどね。そうそう、どんな、あれですか、最近はコロナなんですけど、ライブ出てるんですか。いや、中止になっちゃったりするのがやっぱり多くて、今月も本当は昨日とかも1個あったんですけど、はいはいはい、なくなっちゃったりで、今月だからもう ここ以外もないんですよ。あ、じゃあもう何、漫才とかコント全然できてない。できてないです。できてないですね。じゃあ、この仕事っていうかわからないけど、これが久しぶりの仕事ってこと。今月最後、やばいでしょ。だって、ネタやれないと。ネタやれないです。だってさ、うん、ネタやっとかないと下手くそにならない？2人とも。なりました。そうですね。だよね。やりましょうよ。やりたいですね。ねえ、笑うとき結構歯茎出てる。たまに言われます、たまに言われます。僕なんか身近な人に感じました、初めて。本当ですか。僕結構歯茎出てる方なんで。親戚かもしれない。はい、なんか仲間かなっていう。たどってったのみたいな。でも僕の歯茎とあなたの歯茎の違いは、あなたの方がツヤがある。やっぱその若いエキスで歯茎も潤ってるのが分かるわ。こっちは傷んでる。そう、僕はもうボロボロ。そう、あなたはあなたでなんか逆漫画の主人公みたいな。主人公ってなんか毎回おっしゃってる。いや、なんかこの人を見ると子供の頃に見てたもうコロコロコミックを分かる。コロコロコミックの全部逆漫画やけど、もう絶対こういう顔のやつ。スルピカハゲマル。ハゲマル。やめてください。だからまあこれ女性に対して失礼かもしんないけどね、可愛さで売ってるわけじゃないでしょ、うん、全くですね。だろうね。これで可愛さで売ってますよやったらぶち殺してやるから。そういうこと言うの嫌なんで。で、コンビはなん、どれぐらいまだ浅いの？2人は結成してから。結成してから 2年経って。いや3年目だよ。どっちやねん。あ、そうか。あ、じゃあ本当にもうこれからだよね。そうですね。ね、そうそう、彼氏いんのか。いや、いないですね。いきなりガクンと。いきなり来たな。彼氏いないの。最近何回やってるの。お前最終回だからってひどすぎるぜ。あなたたちのファンはちょっとそんなの聞きたいで、多分、うん、興味ありますか。あるある、何回やっとんねん。でもコンビで、コンビでやっとんのか。お前らそういう関係か。コンビでやってるぞ。すごいな今な。コンビでやっとんの。もう深夜2時の放送やないか。そんなやつはありません。コンビ間で、うん、あんまりその恋愛話がそもそもないんですよ。なんでないねん。ないんですよ。今だってあなたたち年齢若いでしょ、うん、もうなんか体がうずいて、うわーみたいな感じだよ。うわー、お父さん。それいつものお前やから。お前やから。それ思っててもよって気持ち悪いよな。現役アイドルの気持ち悪いって何回言われたの。今に俺7、8回気持ち悪いぐらい。愛のある気持ち悪いだから。そうだよ、勘違いしないで。怖い。怖すぎる。怖い。ね、今やその男性は彼氏とかいないの？うん、私はいないです。うん、でしょうね。でしょうね。まだでしょうね。ちゃんとちゃんと気を使って小声で言うたやない。めちゃめちゃ張ってたやない。しっかり。どこが小声だ。ね、あなたは？私いるんですけど。いるの？え、マジで？そうですね。あ、まあ、そっか。でも全然明かしてもないし。いや、でもここで今明かしたら今言うたよ、流れてるからな、放送。多分終わったらフォロワー2、3人減ってる。いや、まあ、そ
のを聞くなって思うかもしんないけど、うん、僕はあなたたちお父さんみたいな気持ちなのよ。やっぱ芸人やってるとさ、なんかこう面白いことしないといけないから、普通の男はもうちょっとってなるやん、だから恋愛とかもした方が芸もちょっとほら進化するかもしんないし、ね、女性としても立派になるかもしんないかなと思って聞いてるね。同じメガネで歯茎やしな。そうそうそうあとはもう一つ言うと、歯茎の話でもう一つ言うと、まあちょっと好きあれば俺がみたいなことがあったから、彼氏いる言うから、そうそうそう。でさとし君今聞いたよ。なやこいつ女芸人行くんかって思ったやろ。ああ、え、俺はっきり言うと行くから。俺みんなにこうちゃんって女芸人好きやから。俺あのこうちゃん出る予定やったら来ないわ。もう番組終わってもだからお前感触の浮き所が、せっかく俺ここで恋愛トークしよう思ったら番組終わって、ここで俺告白するっていうビジョン立ててたやつ。でそれで、ね、みんな演者がさ、いや誰が OK すんねみたいなやり取りできるやん。それ潰されたいの、それなるやろ。だから俺のせいちゃう言うてるやんか。分かるやろ気持ち。ちゃんとプランがあったんですか。プランがあったのよ。そうで、そのそういう話を聞いて、あなたたち2人が、ちょっと私たちだってサトシさんのみたいなあるって思うやん勝手に、うん、何やその顔。殴り合いか。こだわり戦争やな。殴り合いか戦争か。でもメガネは仲間だと思う、うん、メガネ仲間、うん、僕はもうあなたたちは仲間っすよ。メガネ仲間、メガネかけてほしかった。いや結構、結構この場合メガネ率高い。楽屋にはあったの、伊達メカチカが。なんで、え、なんで伊達 メカチカ、うん、だってメガネかけてきたらよかったじゃないですか。だって笑ってた、ね、こんなメガネ4人揃ったら全部消えるかもしれない。バツラミよ。俺以外消えてしまう。なんでお前だけ残んないっじゃあブラックボックスこれからもよろしくね。そうよろしくお願いします。あのいろいろライブとかもさ主催していくからちょっと出てね、これから。あ、出たいです、ぜひぜひ。ね、まあいろいろプラン立ってて、あなたたちもレギュラーでね。まあ嬉しいですね。まあレギュラーということは1回しか出れないってことやから。レギュラーだったらやばいよ。でももしかしたら復活の可能性もなくはないから、うん、だから一応まあそうシーズン2ってことですね。そうですよ、シーズン2はもうめちゃくちゃやるからな。もう最終回でめちゃくちゃやってんだよ。これもちょっと待って、ちょっと待って、まあ俺プランがプランがあるから、プランがあるから、あと声張りすぎて、なんか自分で酒でも飲んできたんだけど、酒一切飲んでないからね、言うとかんと。あ、さっき飲んでたのは違いました。違うわ、お茶やない、お茶できることなら酒飲んでやりたいわ俺。でももしかしたらあのお茶の中にアルコールが入ってるかもしれません。あ、そう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 、よう見抜いた、ドアホ。こんなんいらんない。俺得意じゃないよ、取りツッコミとか。そうそうそう、じゃあまあそういうことで今後もよろしくお願いします。さあ、次ということで、はい、ブラックボックスさんで、次、タクアンボーイさんです。あの野郎、なんか、なんか、なんかありそう、なんかありそう、なんかありそう、タクアンボーイ。おい、タクアン、あ、じゃあ、入れ替え、入れ替えや、入れ替え、システムじゃない。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。タクアンです。さあ、タクアンさん、タクアンさん、タクアンさん、いいですか。はい、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。いやいやいや、どうやって入ったらいいんですか。これから出た始まる漫才の入りだと。前回はなかなか出てこんし、今回もちょっとなかなか出てこんし、入れ替えがちょっと、はい、難しくて、入れ替えがちょっとって入れ替えは難しない。すぐやんか、すぐ待機してたらすぐ出れるやんか。はい、さとくん、はい、ありがとうございます。さっき言ったやろ、オープニングで、はい、はい、番組今日で終わるから。あ、終わる、誰のせいにせなあかんってなった時にお前がね、なんでですか、意味がわかんない。それしかないねん、お前のせいにしといたら。怖い怖い怖い、何したんすか僕。もうコロナがこんなに充満してんのもお前のせいやないか。めちゃくちゃですよ、本当に。俺らがデブでブサイクなのもお前の。いやいや、責任取れないっすよ、それや。どうやって取るんすか。これや、お前の顔にせめて生まれたかった。させろよ。いや、僕はその顔だったらちょっと死んでますね。お前生きてる俺なんか。おい、この顔で生きてるわしないやん。生きてるのはおかしいんか。四中年間歯食いしばって生きてるやん。その顔で。本当ですよ。俺もお前鏡見るたんびにおかしいなと思うよ。常に持ってた。そう、あ、そういえば、たくあんさ、LINE ちょいちょいするやん。LINE たまにしますね。ちょっと今日、まあ、最終回だから言うけど、うん、はいはい、なんかお前、あのこんな発見しましたみたいな、ちょっと言う、あ、そう、しろしろしろ、そうなんですよ、うん、あの
この間ちょっと星野源のラジオを聞いてたんですけど、うん、その時にちょっと流れたんですけど、古代文字の、うん、あの心っていう字が、うん、なんかすごい面白い形をしてるっていうか、文字の形が変わった形っていうことで、うん、ちょっとこれ見せても大丈夫ですか、ね、うん、全然いいよ、古代文字やから、はい、これですね。これなんですけど、はい、ちゃんと映してあげて。これですね。ここ、こっちです。ここですか、はい。これが、心。もう消えてんねん、消えてんねん。大事なとこ映すよ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、これです、これです。そうそうそう。この心って読むんですよ、これが。そう。古代文字だ。これ赤いな、はい、そう。古代文字でここ。これを、な、LINE で、はい、俺、まあ、仕事してる時にチリンってなって、はい、あ、書くあんから、なんやと思って。まあ、これだからチリンチリンってなるわ。そう、見たら、そう、サトシさん。サトシさんのチンコにこれそっくりですよって来て、いやいや、そんな報告いらんじゃん。いらなかったですか。いや、男としてがっかりやで、ね、嬉しいわけないやん。あんな小学生のチンコが40の男でお前あんなチンポが欲しいなやと思う。いやいやいや、嬉しないや。いや、もうパッと思いつきましたね。思いつくな、サトシの心やん。いや、ここについてんだって思いましたね。確かに一回みんなで飲み行った時、だいぶ前よ、コロナが、はいはい、あの激しくなる前よ、はい、飲み行った時にみんなでタッチションして、はいはい、でそこで誰が一番芸人同士で大きいんやろかみたいな言うてたやん。あった、ありました。あの、みんな揃ってさ、はいはい、でその時に俺が後輩たちに何かで、はいはい、お前大したことないなとか、はいはい、ね、めっちゃ言ってて、俺も見せて、はいはい、でその時は俺正直自覚ないから、うん、そこそこ俺他の芸人の男より勝ってるわと思ってて、うんうんうん、でずっとそれ来たの、はいはい、さあ月日流れて、はい、お前の古代文字からのその報告、はい、俺全然でかいよ。答え合わせがそこで、ああめっちゃかっ、いやいや、てか急に恥ずかしかった。急に堂々と見せてたの恥ずかしかった。あん時見せた俺が。もうなんか小学生よ。あれいる。あれいるか、ちんちん。いや、本当にそうですよ。まあ、アイドルの前でチンチンとかね。いや、本当申し訳ないけど、エマちゃんにはね。ちゃんとピーって入ってるから、ね。あ、よかったよかった。安心しました。俺はもうピンときた。はい、その顔、チンチン好き。これファンに怒られる。お前ボロッカス書かれるぞ。これはすごいことになりますよ。すいません、最終回なんで、はい、申し訳ないです。最初まで、ね、いや、もう僕はほら今まで遠慮しててさ、はいはいはい、もう俺リミット解除よ。何を遠慮してたの？あの、やっと遠慮なくてトークできるなって時に最終回から。今日俺今までトーク違うでしょ。はいはい、もうやっともう遠慮ない。だからやっとスタートライン立てた。スタートライン立った瞬間ゴールテープが貼ってあったよ。終わりですもんね。だってこの番組面白かったよ、はい、いや、そうですよ、前も言ってたよ、もう毎回楽しみやって、はい、いや、俺もね、結構みんなが言われてた、俺も言われたけど、いや、本当そうですよ、作家さんとかも、うん、だから言われたもん、あの、俺らでやらせてくれって言われて、うん、俺も全然、そっちで全然やろうかなって今、おー、いや、本当だってさ、こんなん、だって、なぁ、もったいないよな、こんだけな、今お前に聞いたもん、ね、あ、これだよ、もう出してません、今、そういう作戦、俺のこと知らんかった、違うの、今刺した指がタクちゃんに言ってたから、タクちゃんに振ってんなって言ったの、いやいやいや、話のね、タクちゃんに振ってんなって思ったわ、あの、エマの間違いで、エマちゃんに振ってんの、あ、そう言ったの、そしたら見事にお無視されたの、ごめんね、いいよ、許すよ、サトシ、分かり合えたと思ったら、分かり合えてなかったな、危ないよ。やばいですよ、これ。この放送大丈夫ですか？それはたくあんちょっと引くよ。引いてました、僕ちょっと。引いちゃったの、たくちゃん。引いてましたよ。はい、もう今日もほとんどたくあんの話、出しちゃう。いや、本当ですよ。何も分かってないですよ、もう。じゃあ、だからたくあんの話は、はい、もう無理やり俺がお前のせいにするってのと、はいはい、チンコ、俺の情報を送ってくるなっていうので終わりやから。いや、そんなもんで終わりっすか？もっと聞き出してください。じゃあ、たくあん、はい、何してんの、最近は。何してんねん、最近は。最近は。ネタ頑張ってんのか。ネタ頑張ってますよ、本当。やってんね。いや、ちょっと今駅員のキャラでやってるじゃないですか。おー、やってるね。なんで新しくちょっと、うん、チャラ駅員っていうのを考えてるんですけど。何や、はい、どういうこと。ちょっとチャラい感じの駅員っていうことで、ちょっとワンフレーズめちゃくちゃいいの考えてるんで、ちょっと聞いてもらっていいですか。でも、あ、聞くやってくれんの、はい、やってます、ワンフレーズだけ、はい、やってる。あの、もうこれは見たらもう、あ、チャラ駅員だと思うと思うんですけど、いきますよ、うん、皆さんも真似してください、この後、うん、いきますよ、汽笛鳴らしていきましょう、ポッポー。わからんの。わからんの。わからんの。ごめん。もう一回やってもらわんとちょっとわからん。もう一回はやんないと。ちょっと難しいよ。わかりますよ。40代なんでなんですか。もう一回やってもらわんと。いや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 。じゃあ僕この後やったら絶対乗ってくださいよ、皆さん。ポッポーでいきますから。はい、いきますよ。皆さん、汽笛鳴らしていきましょう、ポッポー、キャーポー、キャーポー、静か、黙ってるし。ポッポー、買います。これ新しいやつ、新しい。まあ僕はあの、はい、好きだけど、はい、好き
僕はたくあんの今の、はい、ただ世間一般的はやめた方がいい、はい、やめときます、はい、今の反応で分かりました、はい、まあでも一回は試し打ちをね、そうですね、どこかでちょっとぜひ試させてください、そうだね、はい、あれやろね、ガラッと話変わるけど、はい、お前またモテようとしてんな、なんで、なんやその髪が、あー、バカだ、パーマ当てて、違う、あれか、いや入ってきた時からな、なんか違う、入って違うんですよ。お前、あなた、ブラックボックス書こうとしてる。いや、違いますよ。あれはやめとけ。あれはやめときますよ。あれはサトシが言ったら。そういうわけじゃなくてですね。ブラックボックス見てるから、向こうにそんな言うなっていう顔してる。いや、めっちゃ目で。ツッコミだもん、そんな言うなよ。訴えてますよ。いや目で訴えられてる。毎回言いますけど、そんなことないですからね、本当に。いや、あるよな。だって、エマも言ってたよ。お前、チャラいって。絶対チャラい。チャラい。チャラい。汽笛鳴らしていきましょう。ポッポー。それがチャラい。あと何ちゃんが被ってるぞ。申し訳ない。相手に名前言わない。申し訳ない。このノリはやめます。はい。これはもういるから。いいから始まるところだ。ありがとうございます。教えていただいて。はい。さあということでじゃあたくあんくん。うん。また番組復活したらねレギュラーで。そうだ、ね。これからもライブ一緒になるからな、うん、ちょっと、うん。そうですね。うん、はい。その際はよろしくお願いします。TikTok 楽しみにしてます。はい。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい。ハードル上がるわ。今グイッと上げたな。自然体でやらない。ごめんね、自然体のキャッツです。はい。キャッツ。もうね、ガラッと行った方がいいんだよ。ちょっと待って、ガラッと行った方がいい。なんちゅう下品な番組なんだ。トークも下品、見た目も下品なの。見てらんないよ、こんなの。いやいや、薬やってますよね。酒じゃないよ、あなた。さっき駅の裏でなんか買ってましたよ。いやいや、しかも、知らなかったっすけど、そのね、サトシさんが女芸人に告白したいからやってる番組だみたいなこと言ってたんですか。そんなに付き合わされたってことだ。遊びられんなよ、こっちは。そりゃやめるわ、そんなに。それぐらいはええやん。何を考えたら、そんなに半年付き合ってますよ。いや、ほら、一回ぐらいは俺、やりたい。達成せずに。その女芸人、一回も出てないじゃないですか。一回出てない。で、いつ出るんですか。いや、でも今、これかけてきたんですよ。ダサいわ。ダサい。俺、こんな可愛い。ダサいっすよ。これやってたとしたら、ダサい。やってることもダサいけど、これリアルにダサい。そうね、前回も遠くなるから呼んでええんちゃうって言ったら、トークでは呼べねえな。何で呼ぶんすか。トークできんやつは告白できない。ネタやって帰らせんのかよ。めちゃくちゃ。まあそうですけどね、一回ぐらいはしたかったんだけどさ。そうですね。まあしゃあないですよ。でもタイミングはいっぱいありますよね。でもさ、今日最終回だからいいけど、だってキャッツには俺の好きな人さんざん言ってたよ前。もう会ったこともあるやし。この人好きだからって言ってたよね。だから俺はここに来て、その人が来た時に、まあ、キャッツとその人と俺らでトークしてちょっといい感じのことを作ってもらう。いやいや、何その雰囲気作りで俺らをそれに使ってるっていうね。でも僕ら行ったらその女芸人直の後輩じゃないですか。だからこそっと結構きついっすって言ってましたけどね。もう僕らには答えだけは返ってきたわけですよ。鶴ちゃんそれに関してはストレートに僕言われてます。言われたそれをめげずに。めげずに。愛は強いよ。誘えるやん。だったらすぐ誘えるのよ。強いのか弱いのか。だから俺はもう告白が成功して本当の意味で笑っていけばいいじゃんって言われて。いやかもしれない。いけんすか。自分だけや。俺らは笑えばね。引いて終わりや。みんなにもサトシさん笑っていけばいいじゃんっていう空気を作ってほしいのよ僕は。いやまあね、ほんとそうですけど。だからね、今日本当に最終回じゃなかったら呼んでたよ。そうだ。そうだよ。最終回だともだってねじり込むわね。じり込みたかったけど、これでもしその人が来てトーク盛り上がったら番組終わるのがもっと切なくなるじゃないですか。いやいや、ちなみに声はかけたんですか。かけたよね。今日出てくださいは言ったの。今日番組は終わるって知らなかったから、そのこの最終回じゃなかったら実は来月来る予定だった。マジそう。ほら、新しく取材ライブも始まる。でもまあ来月振られるんで結局再来月に終わるってことで。まあそうです。
ですよ、ね、2ヶ月だけ持ったぐらいな俺の振られたのをなんか感じで番組終わったみたいな最終回だけ笑えなかったですいや僕らは笑いました一番笑えなかった、ね、だからそうちょっとね呼びたかったけどね、まあ、しょうがないですよそれはでも、うん、まあまあね何でおっさんが恋してもさ、まあね、若い女の子にね、うん、そうそうそうでも飲み行ったら恋話ってね、うん、最近こと断ってますからねそう みんな冷たいよな俺がなんかそういうのさアピールすると全員がさなんかもうこっちで盛り上がるよな飯食ってたりとかしてもでなんか全員が俺に酒を飲ますよな早めに潰して無理やって無理やって無理やって無理無理と思ってでいつもさあんまりやらない鶴ちゃんと黒ちゃんがさ、うん、もうその話になったらバンバンさ飲んでハイボール飲んでいや俺ハイボールあんま飲まへんじゃないいいからいいからもうその時だけキャッツがまた消せた大丈夫でしたってちゃんとゲロ吐きましたLINE で後でめちゃくちゃペロちゃんとゲロ吐きましたって言ってましたよ、ね、俺一回なんかみんなで飲み会しててだいぶ前よ、はい、酒飲んでてそれ辰徳の誕生会の誕生日会やねで、うん、その鶴ちゃんの友達の女の子を、うん、あの飲み会終わった後にちょっと交流して、うんはいはいはい、俺もうベロンベロンになりすぎてお前の誕生日なのに友達に抱きついたりしてたよねそうはいすいませんそうもう抱きつきながら相方の誕生日やねんどういうことやねんいつもね結局自分が目立ちたい人ですからねこの人はよくないですよよくない俺の誕生日がどう関係するんですかね全然誕生日らしくなかったなそういうことがあってさブータルって帰りましたでもさ俺もちょっとどうする次回ここに来た千住に、はい、あの来てみんなで集まってトークするのがちょっとしたさ1ヶ月に1回は楽しみやったわけ、うん、楽しみなくなるからどうしようかとでもないですけどね別においちょっとおい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 鶴子遠いなぁ遠いなぁって思ってましたし遠いなぁ結構楽屋で満足しちゃってるまあ確かにここ以上に喋ってる時めちゃくちゃ喋ってます楽屋終わりで草帰ろうかってそれわかるよだって楽屋にカメラ仕掛けたら結構ええトークするいやいやいや楽屋トークのがおもろい時多かったその話を持ってきたりする時あるし楽屋の方が上品ですああそうですねで楽屋で受けたことをここで試すよスコンって滑るとさっきね、そうそうそう変な感じになってましたねなんかね間が悪かったほんとどっか忘れ出したけどそうそうそうなんか打ち合わせしてましたもんねこんなこと言っちゃいかんかもしれないですけど全然いいよめちゃくちゃ打ち合わせしてますもんねいつも楽屋で、あの若手、ね、あのもうガチガチに固まってましたから。本番、そう全然ここにもう本番なんてもう自分でこれ受けるわって言ってて全く出てこないんだから。やり取りがで一生懸命思い出させようと出るけどその時間で俺おかしいことになってあれどんなやり取りしてたもう無理やな今さら出しても滑んなだからそっからもうずっとおかしかったですおかしかったもちこいでもあの時にちゃんとあの逃げ道だけ用意してましたからねだから僕は楽屋の打ち合わせはもうあんまりしないことしたんですよ、うん、自然のトークを、ね、俺みたいな偉そうなこと言えないですけど、うん、このトークがいいなと思ってうんまあ、それも言ってましたもんね、うん、多分滑るという今はこの流れがあるから上行ったら多分滑るね、はい、じゃあなんでぶち込んだんやまだやってるやつほらねほらねみたいなそ試す答え合わせをここでやるっていうねでそれを実は今日もブラックボックスで試してるいやそうなんですよねあれをやってたんですよあれのテンポが悪かったんですよ悪かったな本当にだから YouTube でねこれまた見れますからねそこでまた見てもらってここかここだなっていう明らかにおかしい俺はだからブラックボックスは返してくれたんややったんや、うん、で俺も何か言ったけど心の中ではあら待ってあら佐藤ちゃんやっちゃったこれまたキャッツに言われるぞこういう時の鶴ちゃんとクロちゃんめっちゃニヤニヤしてるわ見てましたよ怒るとこ見つけたぞここへ今もうまさにそれやちょっと空気変えようや変えられば俺これもうやらかしてるからもう爆撃ドンもう爆すげえわもう汗出てきたすごい、ね、頑張って出てますからねそうそうずっと喋ってますもんね佐藤さんそうです喋ってますぶち切れても今日最終回終わるからぶち切れで謎の圧力で番組終わるからそういうのを番組で言うって、ね、言うの見てる人はどう思ってるんですかね逆にでもめっちゃ来てるやん、うん、今日すごいね、うん、見ます見ます見ますあるんですかこれはコメント下出てきてますよ、コメントは、はいはい、これ全員見てるんですかそう全員見てる
誰もなんかね悲しいみたいなこと書いてないですよね。ないね、うん、いやこれね、こんばんは久しぶりです、エマちゃん頑張っこんだけ喋ってるこの人に何かしたこと、金ちゃんって人が久しぶりですみたいなあったけど、まあ、あの、あまりつぶちゃん今の感じ本当悲しくなるから言わないでいただきたかった。俺も思ったよ、こんな喋っててなんも長いって似合ってないって、いやマジで思ったけど、まあやっぱ人望なのかなと思うし、いや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 、もう本当そうですね。でも俺頑張ってさ、この番組また2作るから、いやぜひ頑張って、はい、うん、そうな、ファンがいますから、ファンが、そうですよ、もう、ね、いつ作ろうかなって今計画は頑張って、心の中ではねまだ何いつできるか分かんないですけど、皆さん元気そうですね。そう皆さん元気そうですよ。いやもう元気ですよ。元気だけですよ。元気だけでごまかしてますよ。から元気で、うん、ようやく全員健康ですもん、ね、健康、そうそうそう、そう、そう、前回はもうね、ボロボロの状態で引かれた後みたいな状態で、今これねウェイやってるのこいつ脳卒中や、いやお前迷うやろ、お前欠席やで、最初の方のライブでも椅子座ってましたけど、それは本当に立てなくて、あれ立てなかった、そうそう、いやマジでヘルニアでしょ、ここに来てからヘルニア、結石、で、これも謎の鬱みたいな、で、ここで回復してもたら脳卒中、その前に骨折入ってる、あ、骨折入ってる、俺も扁桃炎入ってるから、かっこよく言うなよ、扁桃炎弱い弱い、脳卒中だと扁桃炎は弱い、そう、だから軟化腰はみんな病気、いや、確かに僕らはもう何もなかったですよね、何もない方がええよな、ちょっと映せなくて申し訳ないな、いや、いらんいらん、そんなもん、俺とか回ってなかったもんね、そうだね、やっぱ脳卒中だし、そうそうそう、ね、手巻きしてたもんな、でも今日の帰りぐらいに誰かしら事故るかもしれないやめろやマジで、そんな傷なこと言うのやめてよ、だって僕は電車がなんか引かれるから、おもろいそれはおもろいやん、電車寝たやつやってるやつが電車引かれたらおもろいやん、俺は芸人魂を感じてるそれ、電車に引かれます、電車に引かれます、ついに一つになったんか、あの世からお送りしています出発進行天国への道、いやいや本当下品な番組ですねこんな広がると思わない、こんな広がると思わない、人を殺すわ下ネタ言うわ下品やわ、もう終盤チンコの話、チンコの話しますね、まあでもね、でも笑っていけばみたいな感じですけど、はい、いやいやいいですねこういうぐらいで、あ、エマちゃんは思い出とかなんかある、いきなりだけど、こんな時楽しかったなとか、なんだろう、そのエマってさ今までさ、うん、やっぱアイドルっていう肩書きがあるから、うん、なんか変なことした時にやめなよみたいな、うん、ガチで引き寄されたりとか、でもエマって、うん、なんだろう、もう面白いことが好きで楽しいことが好きで、うん、まあそうだよね、緊張するんだとか言われても無理なんね、うん標準装備だから無理なんよ、変顔するなって、オプションではないわけね、呼吸するなと一緒ぐらい無理で、でもエマが何言っても何しても全部拾ってくれるし、だからすごいね楽しいな、あでもなんか事務所のプロフィールに芸人って書かれてるいやいやいや、芸人だ、お前もそうやで、もうそっち寄りのなんかあるやんか、もうおかしいな、芸人じゃないで、変顔が無理とか言うけど、うん、俺別にあの命令してなくてもお前やってたやじゃだから出ちゃうんだっていやそれは仕方ないんだって、そう、標準症そうやん大丈夫脳卒中、あ、大丈夫今のはちょっと噛んだだけです、今のはね、病気じゃなくてね、顎の肉が多すぎ、そうそう、デブあるあるやね、顎肉が多すぎと噛む、俺は顎肉プラス歯茎の問題でよう噛むって、笠谷さん、なんか長いトークしてる時、死にそうになりますよ、そうそう、声みたいな息が続かないから、あ、笑った後にこう、そうあ、犬と同じ呼吸してる、これはね、しょうがないですよ、あのこれもあのちゃんとした標準装備だから、いろいろあった時に、うん、こいつプライベートで言ってたのが、次番組中なんか起きるの俺やって死ぬかもしれん言うてたのな、俺今後喋らなくなったら魂だけ抜けてるかもしれないジャパンオプタみたいですもんね、スタッサーウォーズの金貸しだそれはそれでおもろいからあの俺ら見とくわそうね、ということで、はい、ありました、というところでね、みんなもね、思い出をね振り返ってもらいながら CM を見ていただけたらと思います、ということで、CM ジョーゾロ、ジョーゾロなんて言うのいけるか、そんなの CM
もどうもどうも。CM 中に一人帰りましたけど。いやいや、帰ってないです。さあ、次は、はい、我々と一緒にね、ずっと MC やってくれた、はい、エマちゃんの歌が。シーラ・エマさんの。はい、聞きますから。じゃあ、早速歌ってください。エマちゃん、よろしくお願いします。ありがとう。出た。お願いします。出たぞ。出たぞ、変顔するぞ。歌うぞ。他に歌うからな、この子は。それでもいいぞくだらない日常に続く
ファンの皆様もね、ちょっと安心してもらえますか、ということで、じゃあおしまいですね。そうですね、あと4分で、4分ですよ、あと、いや、まあ、あと4分で、まあ、じゃあ、僕、いいですか、言って、はい、もう何を、まあまあ、どれぐらいやってた、1年いったのかな、いや、半年くらいじゃない、まあ、半年間ですけど、うん、まあまあ、僕の好きな仲間たちと、やっぱり一緒にこう番組できて、うん、いろいろこう思い出もできましたし、まあね、まあ、楽しかったです。うん、で、うん、あの、見てくれた人たち、非常にありがとうございます、うん、ありがとうございます、本当に、そうそうそう、これからもこれからもですね、まあ、もう僕はあの2早速作ろうかなって、ちょっと頑張って、じゃあ俺3頑張って作っとく、なんで2頑張る、終わらないからね、なんで3行くね、ということで、じゃあまあいいっすか、エマちゃんから何かあります、いや本当に、うん、ね、エマは途中参加、うん、でもそっからもうリニューアルオープンみたいな感じじゃないの、3回目からだからね、そう、今回でも固定になってから7回目の開催だったんですけど、うん、やっぱね、実際に自分が芸人さんたちと仕事するとは思わなくて、まあ、ずっと見る側だったんだよね、ただね、その、なんだろう、こういうの苦手なんだよね、うん、でも本当になんか、まあ、いろいろありましたしね、うん、殴り合ったり、蹴り合ったり、あの時は、ボコボコされたよな、いや、いつ、いつの思い出知らんけどあの、そうそう、あの金属バットでのこれは痛かったなっていうエマのキャラがキャッツはなんか思い出あれば、うん、もういや夢のような時間でしたね、めっちゃ嘘くさいけど、もう憧れの先輩と全部嘘くさい、絶対憧れて絶対思ってない、いやもう二度とこんな番組はないでしょうね絶対嘘や俺付き合い長いから分かる、嘘の時の顔や二度とない、こんな二度とできない、めっちゃやりきるないや、じゃあ、うそちゃんから、もうなんか楽しかったですっていうぐらいです全然下がってるよ、これ調整して、次やる時も頼むね、いやもちろんもちろん、やりますので楽しみにしましょうよ、タコはいるんか、はい、じゃあブラックボックスの最後、うん、じゃあみんな出てね、いやもっとね、やっぱ出てた人たちがいっぱいいたんで、そう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 、
みんなスイレンとかもね、やりたかったですけども、みんなの芸が多分この辺で、じゃあもう残り少ないけど、あのあいつも出てましたね、東も、次やるとき全員まただ出てもらいますから、はい、とりあえず今回でおしまいということで、最後めちゃめちゃ被るじゃん、まだ時間ある、まだ時間ある、まだ時間ある、1分あるから、次番組やるときもうどんどんいろんな芸人出しますから、で、あの、ピースは終わりだから、平和平和平和。レギュラーの皆さんまた次やるときもよろしくお願いしますね。お客さんもお願いしますね。ありがとうございました。本当にありがとうございました。卒業式。全然。いや、まだ19秒なんです。まだ19秒。意外に19秒長いから。ブラックボックス。俺かっこいいか。はい、わかりました。はい、はい。最後の最後まで嘘をつけない女でした。全然ゆるゆるやったけど。いやいや、僕は。俺のことかっこいいか。かっこよくないです。あっしゃ、はい、あかんの。あかんの、つけない。つけない。はい、14秒。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。またやるぜ。必ず帰ってくるから。